皆さん、こんにちは。女優の有村架純さんと、キング&プリンスの高橋海人さんの熱愛が発覚しました。この二人といえば、ドラマ、姉ちゃんの恋人で、兄弟役を演じていましたが、兄弟以上の関係に発展していたのです。しかも、電撃結婚とも言われており、世間をざわつかせています。今回はそんな二人について調査しました。ぜひ最後までご覧ください。高橋海人さんは1999年4月3日生まれの24歳、神奈川県出身です。2018年に6人組アイドルグループキング&プリンスのメンバーとして CD デビュー。その後キング&プリンスはメンバーの脱退などを経て、現在永瀬廉さんと2人で活動しています。また俳優としても数々の作品に出演しており、主な出演作にドラマ「部活」、好きじゃなきゃダメですか、ブラック拘束、ドラゴン桜、未来への10カウント、ボーイフレンド降臨、映画ブラック拘束、アキラとアキラ、ドクター孤島診療所などがあります。またドラマだが情熱はあるってはオードリーの若林さん役を務め話題となりました。今回熱愛が発覚したお相手の有村架純さんとはドラマ姉ちゃんの恋人で兄弟役で共演しています。一方の有村架純さんは1993年2月13日生まれの30歳、兵庫県出身です。2013年 NHK 連続テレビ小説あまちゃんの好演で一躍注目を集め、現在に至るまで様々な作品に出演し、映画花束みたいな恋をしたで日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞しました。もはや国民女優と言っても過言ではないほどの大女優さんです。そんな2人の熱愛が報じられたのは今日12月18日。報道によると11月4日に都内のライブハウスで開催された高橋さんの所属するキング&プリンスの5周年イベントを終えた高橋さんが、寄り道もせず急いで帰宅したのは2022年から住み始めた都内の高級マンション。20代前半のアイドルが選ぶには少々渋いヴィンテージマンションですが、高橋さんがこのマンションを選んだのには理由がありました。有村さんがこのマンションに住んでいるというのです。2人が出会ったのは先ほど説明した通り3年前の2020年に放送されたドラマ「姉ちゃんの恋人」でした。このドラマで兄弟役を演じたことがきっかけとなり、2人は急接近、そして兄弟以上の関係になったのはドラマの撮影終了後だったんだとか。有村さんの知人は次のように語っています。かすみちゃんは感謝を伝えたい時にその思いを込めて手紙を書くんです。彼女が選ぶ便箋も可愛らしいのですが、その字の綺麗なこと、姉ちゃんの恋人の時も共演した皆さんにお渡ししたと聞きました。もしかしたらそれで2人の距離は縮まったのかもしれませんね。高橋海人さんといえば2018年頃に元 AKB48 の大和田奈々さんとの熱愛が報じられていましたね。当時の高橋海人さんはキング&プリンスでデビューして間もない19歳、大和田奈々さんは AKB48 を卒業したばかりの19歳。そんな同じ年の2人の熱愛が発覚したのは、高橋海人さんが大和田奈々さんのマンションに足しげく通っているところをスクープされたからでした。なんと高橋海人さんが合鍵まで持っていて、一人で大和田奈々さんの部屋に入っていくところまでバッチリ目撃されてしまいました。その後大和田奈々さんは高橋海人さんとの匂わせ画像をインスタにアップしては炎上。2019年1月6日には高橋海人さんが人気番組「逃走中」で恐竜の前のシーンが放送された当日に恐竜のカチューシャをつけた姿をインスタに投稿、またもネットをざわつかせました。さらに2020年2月23日に投稿されたインスタのコメントを縦読みすると「海人になり直接名前まで使ってきた」とまた大炎上に。懲りませんよね。しかし2022年に大和田奈々さんは別の男性との熱愛が報道されたため、その時に高橋さんと破局していることが発覚しました。高橋さんと有村さんが恋人関係になったのは2020年放送のドラマの撮影が終わってからと言われていることや、
大和田さんの大炎上が2020年で最後であることから、高橋さんは大和田さんと別れてからすぐに有村さんと恋人になったのでしょうか。また前室の有村さんの知人は続けて次のように語っていました。礼儀やマナーにこだわる高橋さんにとって、6歳年上でどこか古風なところのあるかすみちゃんは理想的な女性。一方、彼女にとっても真面目で仕事に一直線な高橋さんは気を許せる相手でした。彼の甘え上手な一面にもグッときたそうです。撮影時に連絡先を交換してやり取りを続けていくうちに自然に交際が始まりました。当初はお互いのマンションを行き来し、おうちデートを重ねていました。互いに腸がつくほどの多忙ゆえ、次第に相手の自宅に通う暇すらなくなっていったようです。少しでも会う時間を確保するために2022年の冬に高橋さんはある決断をした。かすみちゃんと同じマンションに引っ越したんです。少しでも一緒にいたいという思いで同じマンションに引っ越すとはとても覚悟のいる行動ですよね。2人の交際について双方の所属事務所に問い合わせたところ、有村さんの所属事務所はドラマの共演以来仲良くさせていただいていると聞いておりますと答え、一方の高橋さんの事務所はドラマで共演をして以来仲良くさせていただいている先輩だと聞いておりますと回答。いずれも交際は否定せず仲の良い関係だと認めました。最近は旧ジャニーズ事務所のアイドルたちの様々な熱愛が報じられてきましたが、キンプリのファンたちも有村架純さんが相手となれば素敵カップル、幸せになってほしいとお祝いムード。他にもこの報道に有村架純をゲットできるとか、高橋海人って何者、24の若さで有村架純様を手に入れてる海人強すぎと高橋さんを羨ましがる声も見られました。メンバーの脱退や事務所騒動など高橋さんは様々なことで苦しんだことと思いますが、2023年の年間ビルボードジャパン総合アルバムチャートホットアルバムスでは、キング&プリンスのミスター5が首位を獲得しました。こうして頑張ってこれたのも高橋さんや永瀬廉さんの努力あってこそと思いますが、プライベートで支えになってくれていた有村さんの存在も大きかったことと思います。2人は同じマンションに住んでいますし、交際期間も3年と報じられており、有村さんは30歳とそろそろ身を固めたいお年頃。もしかしたら2人の電撃結婚報道を聞けるのもそう遠くないかもしれませんね。いかがでしたか。世間はお祝いムードではあるものの、ファンの中にはやはり隠し通してほしかったとの意見も見られました。ただこうして旧ジャニーズ所属のアイドルの熱愛が報じられるようになったのも、事務所騒動以降旧ジャニーズの影響力が弱くなったからとも言えますね。しかし今回の2人の組み合わせにはファンたちも納得している声の方が多く見られますので、これからの2人も見守っていきたいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いします。それではまた。